こんにちは。オキュロフェイシャルクリニック東京の鹿島智之です。今回の動画はですね、入職して、4月に入職して、今が12月なんで、8ヶ月弱か、ぐらい経った神谷先生のインタビューということでさせてもらえたらなと思います。まず最初に先生は、旭川医大からだよね。旭川医大卒で眼科になってみたいな感じなんだけど、そもそも眼形成目指したきっかけみたいなのは、あります。研修医の2年目までずーっと眼科にするのか、形成外科にするのかを悩んでいて、それぞれ6ヶ月ぐらいずつ研修医の時にローテーションに回ってたんですけど、その時にもう決めないといけないっていうリミットがもう2年目の夏を過ぎてきていたんですけど、まだ決めきれない自分がいて、教科書を集めるのが好きなので、教科書を見てた時に、眼科の分野に眼形成っていう分野があるっていうことを知って、それで、あ、これだと思って眼科に入ることを決めました。なるほど。じゃあもう眼科に入った時点で、眼形成やろうと思ってたわけだよね。はい。うん。じゃあ、まあ、その入局してからどういう流れでここまで来れたというか、まあ、うちに入職するまでの流れというか、普通はだってほら、専門医とって、みたいなってなると、5年ぐらいは医局に所属することになるわけ。はい。うん。でも先生、ね、まだ、今眼科医3年目だもんね。はい、どういう流れだったの？はい。まず入局する時点で、その旭川医大の眼科には眼形成を専門にやってる先生いないんですけど、眼形成がやりたくて眼科に入りたいですっていうのを当時の医局長と教授に言いました。そしたらうちにはないんだけどねっていう返答が返ってきたんですけど、なので、まあ、まずは眼科医として働いて、まあ、将来的に国内留学をしたいですっていう希望を最初から伝えて入局をさせていただいて、で、眼科医1年目は大学で1年間働いて、で、その時の、まあ、医局長の先生とか上の先生方が結構理解ある先生方で、まあ、やる気のある人はどんどん外に出たらいいよっていう考え方の先生たちだったので、次の2年目の時に外に出ないといけなかったんですけど、その時に、まあ、稚内っていう日本の、最北端の、病院があるんですけれども、そこで、1年間頑張って働けたら、まあ、行ってもいいんじゃないかってお話がちらっとあって、それで1年間、まあ、稚内の方に行って、行くっていうきっかけになりました。ちなみに、稚内は、旭川の医局員の中でも、ちょっとあそこ行くのはな、みたいなポジションなの？まあ、遠い、どこも結構関連病院は遠いので、まあ、若手が行くところなんですけど、まあ、眼科医まだ2年目なので、白内障手術をまともにできない人が、一人以上までは行けないんですけど、一人で勤務するっていうところとしては結構過酷なのかなと私は思いながら行ったんですけど。過酷だと思うよね。はい、いや、先生がね、入職する前に行かせてもらったけど、本当に多分ね、北海道民と常識がみんな違ってて、例えば群馬大学で言うと、群馬県に一つだけあるわけ。だから、群馬県のその総合病院はみんな実通にはなるわけなんだけど、まあ言うてもどの総合病院も1時間ぐらいで行けるからね。そう。だからまあ、あんまりそのすっごい離れた感じのイメージはないんだけど、はい、4時間。飛ばして4時間だから。車で飛ばして4時間だから。いや、すごい遠いなと。240キロ離れてるもんね。はい、うん。すごかった、あれは、はい。うん。で、じゃあそこで、まあ、1年間の、みそぎをしたら、行ってもいいんじゃないか、みたいな。はい、っていう、まあ、正式なお話はなかったんですけど、そういうのお話がちょろっとあって、うん、で、やっぱり働いていて、眼形成のそういう、本当に逆さまつげのおじいちゃん、おばあちゃん、その、眼形内反症の人がいっぱい来てたんですけど、うん、そこに元いた先生が、ちょっと、ホッツとかやってたんですけど、私はやっぱり習ってないのでできなくって、抜き続けてたんですけど。なるほど。はい。っていうこととかもあり、で、留学を考えて、眼科医になる、その研修の時点でもう眼形成学会、日本の眼形成学会に入会していて、うん、そこで研修病院がいくつか紹介されてるんですけども、
その病院もホームページでいろいろ調べて、で、そのホームページで調べたら、まずやっぱ関係者って調べると結構出てくるのが、まあ、聖霊浜松先生の、うんうん、そうだね。はい。ここでもあると思うんですけど、うん、そこと、やっぱ、オキュロが結構上の方に出て、ホームページが出てきていて、うんうん、まあ、調べると、週1回の勤務から可能です、うん、研修可能ですっていう研修の受け入れ体制が整っているっていうのもあったので、まあ、まずは、その短い休みしかなかったので、ここにオキュロフェイシャルクリニックに来てみようと思って、来ました。うん、で、見学に来て、はい。で、うんうん、その時は、東京の方じゃなくって、群馬の前橋の方に行かせてもらったんですけど、うんうん、そこで、眼瞼の手術をたくさんしてるイメージが、勝手なイメージなんですけど、あったんですけど、2日間の見学の中で、その眼科の類同、眼科とあと類同疾患とか、合わせて本当に1日でたくさんいろんな種類が見えて、なおかつ件数も多くってっていうのに衝撃を受けて、まあ経験できる件数が多ければ、やっぱり経験値も上がるんじゃないかっていうのが私の中でありまして、うんうんね、で、ここで研修したいと思って、思いました、うんうん。ちなみに他のところは見学にも行って、行けない、行けない。もうここで決めてしまったんで。終わりました。いやいやいや、いいと思います。はい。で、まあ、医局からも OK が出て、で、まあ、4月から、まあ、北海道から、ね、本州っていうか、東京の方出てくるのも、それに大変だったんじゃないかなと思うんだけど。はい、一大決心。ねえ、そうだよね。はい、だって、北海道から出たことないわけでしょ。はい、生まれてこの方、一回も出たことがなかったんですけど、上京しました。夜行列車で。夜行列車ではなかった。飛行機で。飛行機で。はい、まあ、来てみた印象というか、まあ、大抵の場合、地方にいる人、群馬県のローカルな人とかもそうなんだけど、東京怖いなんだよね、結構ね。どう来てみて。最初は、ちょっと怖いのかなっていうのと、うんうん、一番怖いのがゴキブリが怖かったんですけど、その危機を乗り越えて、住んでみたらすごい楽しくて、やっぱりいろんなところにアクセスがいいので、ね、行きやすいっていうのがすごい、何でも揃ってるっていうのがやっぱり都会なんだなと実感しました。確かに。はい、うん、黒い、G は出たの？まだ出てない。遭遇してない、ね。遭遇してないんです。一応ゴミとか、まあ、生ゴミとか食べ物があると、そこに G が出るみたいなんで、はい、気をつけてもらって。はい、あと、高層階であればあるほど多分出づらいので、はい。はい、まあ、そういうところは。まあ、でも、あれだよね、せっかくだから経験してもいいのかもしれないけど。いや、言われたらちょっと、どう対応するのかっていう。怖いです。で、検証始めて、まあ、8ヶ月ぐらいなんだけど、どう？まあ、一応、まあ、基本2年間で来るとなると、まあ、ざっと3分の1が終わってるみたいな感じにはなるんだけど、どうですか？あっという間、ね、本当になんか、普通の言葉になっちゃうんですけど、あっという間に本当にここまで来て、まず4月、一番びっくりしたのは4月の1日に入職させていただいて、最初群馬勤務、前橋勤務だったんですけど、うんうん、初日からもう外来もちょっとやってみようかみたいな感じで当てていただいたり、手術もさせていただいたりして、そこにまず初日からさせてもらえるんだって、まずびっくりしたのと、あとはやっぱり毎日常勤でいるので、ちょっと優先的にというか当ててもらえる機会が多くって、うんうん、本当に1日1例とか2例とか必ず経験をさせていただいているので、少しずつですけど成長はしてこれてるのかなって思っていて、うんうん、最近は東京の方に来るとやっぱり眼科の甲状腺干渉だったりとかにちょっと関わらせていただく機会とかも増えてきて、できるものが少しずつですけど増えてきているっていうのが本当に楽しいなって思っています。うんうんうん、あとはまあ研修ももちろんそうなんですけど、本当にイベントが多くって、うんうん、なんか寂しいなって思う暇がないくらい毎日楽しく過ごせているなって思っています。まあ日本全国からこう、いろんなドクターが見学来たりとか、うん、それどころか海外からもね、ドクターが来て英語で話したりとか、うん、まあそれだけじゃなくて、その季節ごとのイベントみたいな、山登ったりとか、バーベキューしたりはいなかったとかもしれないけど、まあ、クルーズとフットサルトみたいな、はいはい、ね、そういうのでそのスタッフとも仲良くなって、うん、で
3分の1、2年間のうち8ヶ月終わって、はい、で、まあ2年経ったらどのぐらいできるんだろうと思いながら来たと思うんだけど、来て分かったと思うけど、結構遠いでしょ、鹿島、はい。このポジションまで結構遠いでしょ。うん、遠いというか到達できるか分かんないっていうレベルなんですけど。でも2年、最初なんか1年ってお話を多分一番最初に鹿島先生にさせていただいて、あの見学の時にした時に1年じゃ多分足りないよっていう話を言われたのがすごい印象に残っているんですけど、本当にその通りで。そうだね。まずは2年にしといてよかったなって思ってるんですけど、でも2年でもどこまでやれるようになるのかっていうのはちょっとまだ結構足りないんじゃないかなって思ってきてます。うん、うんそうなんだよね。よく言うことだけど、まあ、高層ビルとか、山とかと一緒で、遠くから見てるときは、どんだけの高さかわかんないんだよね。で、近づいて見上げてみると、あ、こんな高いんだ、みたいな。で、眼形成だけで、その、まぶたや、できれば終わりみたいな世界じゃなくて、そこに類動があって、眼科があって、あと、美容がね、あるから、もう美容なんかどこまで行ってもこう、範囲が広がっていくから、まあ、無限にこう、領域が広がってるようなところがあるので、まあ、2年間じゃ、そもそもそこ全部を網羅することができないのと、あとは、その2年の先行ってからもずっと学び続けないといけないっていうところだよね。まあ、それはもう、入って分かることなんだけど。だね。まあ、2年の研修が終わる頃には、終わる頃には、どのぐらいになってると思う？やっぱり眼瞼の、そのまぶたの再発の手術とかも、ある程度ちょっと一人でもチャレンジできるようになっていたいなって思いますし、あとはやっぱり、甲状腺干渉とか、眼下底骨折とかまでやりたいんですけど、多分、骨折は、ちょっと手はちょっとつけ始めてるけど、最後までちゃんときっちり治せるってところまで到達できるかどうかは、ちょっとわからないかなって思います。うんうんうん、今の状況だ、2年だと、うん。そうだね。まあ、先人がいるから、例えば小滝先生とか、うん、菊池先生、山野先生あたりを見ると、だいたいどれぐらいのレベルかなっていうのがわかるけど、やっぱりあれだもんね。確認で鹿島を呼びに来るもんね。はい、うん。だから、すべてがやっぱりでき切れるわけじゃないっていうのがね、まあ分かってもらえてるかなっていうふうには思うんだけど。重々分かってます。まあじゃあ、ここからまたね、3分の2あるんで、はい、で、その間に今できてないことをどん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 できるようになって、はい、で、一人前のサージャンになって、北海道に戻るというところを目指して頑張っていこう。はい。はいじゃあ、引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、こんな感じでインタビューの動画撮ってみました。当院ではですね、全国から、あ、そうだ、来年また北海道からね。はい。決まってます、ね。はい。あと、九州からも決まってるから、はい、なんか、北の端と南の端とみたいな感じなんだけど、全国から、まあ、研修のドクターを募集しています。で僕らは、後進を育てるのも自分たちの使命だと思っていて、まあ、そもそもこのオキュロフェイシャルクリニック立ち上げたのもですね、そういう眼形成の若手を育てるっていう、そういう目的でここをオープンしているので、まあ、皆さん、この動画見て、まあ、自分になんか一つ武器を持ちたいなと思った方は、だいたい2年をめどに、来ていただけたら、おそらくその地域で、戻った後、地域で、ずば抜けた実力を持つサージャンになれると思います。まあ、その地域でずば抜けてても、オキログループの中ではずば抜けてないと思うんだけど、まあまあそこは置いといて。そこまで育てられる、自信はあるので、まあ本人の努力も、必要ですけど、まあもしよろしければ、申し込んでもらえたらと思います。じゃあ、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。